はいどうも、アルティメット工房のサミです。今日はタイトルにもある通り、私のメイクを紹介していきたいと思います。なんで急にメイク紹介って思う方いらっしゃると思うんですけれども、前々から私の動画を見てくださっている視聴者さんが、最近リップを変えましたとかメイク変えましたとか、もしメイクを変えていたらメイク方法を知りたいですって言ってくださる方が何名かいらっしゃったので、実際私が前に上げたメイク動画からメイク方法やメイクのブラシとか、もちろん化粧品も変わっているものがあるので、そちらを今回は紹介しようと思います。そしてこの顔になるまで、すっぴんから今の状態になるまでを映していきたいと思います。ここから私がすっぴんで登場しますので、引かないでいただけたら嬉しいなと思います。それではメイクやっていきましょう。はい、ということで、ただいますっぴんの状態なんですけれども、ここからお化粧をしていきたいと思います。そう、私いつもメガネなんですけど、カラコンをね、撮影の時だけ入れます。何のカラコンを使っているかというと、こちらのピンクのパッケージのバンビシリーズのワンデーを使っています。まずはこれを入れていかないといけないですね。私は髪の毛がちょっと赤系統なので、カラコンも若干ピンクとか赤系統のカラコンを入れます。はい、こんな感じでカラコンを入れました。そしたらちょっと前髪を上げたくないんですけど、化粧をするのに上げていきますね。あのね、おでこにめちゃくちゃニキビができるの最近、超恥ずかしいんですけど、知りたいという方がいらっしゃるので晒していきたいと思います。お化粧する前に化粧水を塗っていくんですけれど、これが超良かったのでおすすめです。メディキューブゼロ PO パッド洗浄用化粧水ですね。最近はこれを化粧する前に使っています。どういうのかっていうと、あのこういうピンセットがついていて1枚ずつ取れる形なんですけれども、こういう風にね1枚ずつ取れるんですよ。で、デコボコしている面とツルツルしている面があるので、最初にデコボコしている面でお顔全体を拭き取っていきます。70枚入っているので結構大容量ですね。まずはボコボコした方で顔全体を拭き取っていきます。ある程度拭き取ったら、次裏面のツルツルした面を使ってちょっとこう叩き込むような形で化粧水を塗り込んでいきます。はい、これを最近はお化粧する前にやるようにしていますね。お風呂上がりは普通に化粧水と乳液をつけるんだけれども、さらにお化粧をするときはこれを使います。そして私のお化粧バッグ、こんなでっかいんですけど、これはフランフランで買いました。まず一番最初に使うのが毛穴かくれんぼ下地っていうものを使っていきます。で、これは何かというと、私鼻のところとほっぺのところの毛穴が目立つので、こういうクリーム状になっているんですが、これをその毛穴が気になるところに塗っていきます。少量取ってくるくるしてもらうと毛穴が埋まっていくので、これは毛穴が開いている人とか毛穴が気になっている人にとてもおすすめです。本当に少量しか使わないので、これね、私確か半年ぐらい持ったと思います、この小ささで。最後の方は水分がなくなってしまうので、水分がなくなってしまったら取り替え時っていう感じですね。そしたらその上から同じ部位にキャンメイクポアレスクリアプライマーの01番を塗っていきます。これも毛穴をね、隠す効果があるものなんですけれども、これをちょんちょんって塗りまして、これも塗り込んでいきます。全体的には塗らないです。その次はソフィーナプリマビスタ皮脂崩れ防止化粧下地 EX。 これあのピンクのやつがあるんですけれども、それよりもさらに上の皮脂がすごい出ちゃう人用の化粧下地 EX。 これをあのね、本当に少量、このくらい、マジで豆粒ぐらいの量を出してほっぺと鼻にのせていきます。これも全体的には塗らないです。これもね、普通にね、くるくるしちゃって平気。はい、これで毛穴のケアが完了です。そしたら次に、私は結構目の下にクマがあるので、そのクマをね、目立たなくするために、ビスエリシェリップ&チーククリーム NPK4 番、コーラルピンクのリップにもチークにも使えるっていうものを手で取って、このクマがひどいところにのせます。私はこれをすることによってかなりクマが軽減できていると思うんですよ。で、あのこの上からファンデーション、下地とファンデーションを塗るので、かなり赤くなっても全然平気でした。
で、こするような感じじゃなくてポン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 って置くような形でこの青いクマのところに私はこれを乗せてます。個人的になんですけど血色感につながるかなって思うのでちょっと広範囲にピンクを塗ってしまっても後で上から塗るので全然問題ない気がしますね。はい、ひとまずこんな感じで塗りました。そうしたら次に化粧下地なんですけれどインテグレートのミネラルベース BB と新大久保で買った韓国のちょっとピンクっぽい下地をこれを混ぜて使います。見えるかわからないけれどもだいたい小指の爪ぐらいの大きさになるように1対1で配合していきます。これを混ぜますね。これは完璧に混ぜちゃいます。ここで少量を取って全体的にのせていくんですけれども私はここの段階でパフを使っていないんですよね。あんまりさっきクマを隠したところは上からポン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 って押さえるような形で重ねていきます。そうするとなんとなくこう目立たなくなったような感じがしませんか。おでこにすごいニキビがあるんですけど私は前髪が今あるので前髪で隠れちゃうので特にコンシーラーとかは塗ってないです。本当に薄く取って薄く伸ばすっていうような感じで鼻以外を塗っていきます。私みたいに毛穴が開いている人だと鼻のところに普通にのせると白く毛穴が目立っちゃったりとかするんですよ。なので一番最後に慎重に塗っていきます。ここは上からポン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 ってなじませていって鼻の下ですね。私はあんまりこの小鼻のところは塗らないです。なんかこの鼻の下につけた下地を若干押し付けるぐらいの感覚ですね。そしてまぶたにも塗って、正直おでこは見えないので塗らなくてもいいレベルなんですけどちょっと風でめくれたりとかするときにおでこだけ色が違くなっちゃうので一応塗っておく程度です。本当にね最近ね規則正しい生活っていうのができてなかったからこんなにニキビが多くなってしまったんだと思うんだけれども、皆さんはしっかり睡眠とってくださいね。本当に少量残ってるのでこの少量を押し付けていきます。ここで毛穴が開いてる人が絶対にやってはいけないのがこうグリ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 塗っちゃうのは私はあんまり良くないんじゃないかなって思うので、手に取ったのを押し付けていきます。あとは残ったのを足りないなって思うところに重ねて塗っていきます。はい、これで下地が塗れました。全体的に次はファンデーションなんですけれども、ファンデーションは私2種類使います。部位によって使い分けるんですが、まずはパウダーの方のファンデーションを塗っていきます。そして塗るときはパフではなくてこういうちっちゃい筆を使います。でこのね筆にね粉のファンデーション皆さんが使ってるものでいいんですけど、これを筆の側面じゃなくて筆のねこの縦のところにつけてポン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 って鼻の上に乗せていきます。毛穴を埋めていくような感覚でちょっとずつちょっとずつ鼻の側面から中央そしてこっちの側面っていう感じで塗っていきます。これをやればだいたい毛穴はなくなるというか見えなくなるというか目立たなくなります。同じように毛穴で悩んでる人はこれをやってみてください。これをやるだけでかなり違います。はい、鼻が濡れたらこのファンデーションは終わりです。はい、次にキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーっていうものを使います。これは付属のパフを使って押し当てる感じでのせていきます。ここでクマがあったところそこも押し当てることになるので一番最初に塗ったクリームチークはここであまり目立たなくなるはずなんですよね。鼻も上から押さえます。さらにまぶた、おでこ、はい、こんな感じで全体的にこうポン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 って押し付けたら終わりです。私の場合はこれで終わりです。最近私は赤系ではなくてブラウン系で化粧をするので、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの23番、これをさっきよりもちょっと太めの筆で描きます。どのくらいの太さかというとちょうどまぶたに塗るぐらいの太さの筆を使って、だいたい無印とかに売ってますね、いいやつの一番薄いところを取ってまぶた全体にのせます。そしてクマがあったところにものせます。同じような範囲で
上も下も同じような範囲で一番薄い色をのせていくんですけれど、そうすると最初に比べてあまりクマが目立たなくなった気がします。反対側も同じように上と下に塗っていきます。私は結構しっかりめに上も下も塗ってますね、この時。そうしたら次、私が使っているのはケイトデザイニングブラウンアイズの BR3 番、一番薄いのから2番目の茶色を使います。これをね、さっきはまぶた全体に塗ったんだけど、まぶたの半分ここに塗っていきます。どちらかというと目頭よりかはこの目尻の方に重点を置いて濃いめにのせていきます。そして思いっきりこのね、目の目尻をはみ出すように描いてます。最初は上も下もやったんですけど、これも上も下も同じように塗っていきます。下もクマがあるところらへんから大きい目の輪郭を描くような感じで、私はもうオーバー気味にのせてますね。はい、こんな感じです。反対側も目頭ちょっと薄めで、目尻側にちょっと多めにのせて思いっきりはみ出します。下側ものせて、クマがあるところもうここら辺からもオーバー気味にのせますね。こんな感じで目の周りが黄色く茶色くなりました。そうしたら一番最初に鼻にポンポンした小さい筆で、先ほどと同じキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの23番、薄いやつの下の茶色いやつを使います。これをまぶたの3分の1ぐらいにのせます。一番最初はまぶた全体にのせて、2番目はまぶたの半分ぐらいにのせたので、3番目に使う色はまぶたの3分の1、まあ、だいたい二重幅ぐらい、一重の人も二重幅ぐらいに塗るといいと思います。そしてここでもやっぱり目尻ははみ出します。こんな感じでちょっとはみ出すような形で描いていきます。私は分かりにくいかもしれないけど、ちょうどここに傷があるんですよ。この傷がね、私がちっちゃい時にお母さんとおばあちゃんと銭湯に行って、で椅子に座ってくるくる回ってたら転倒をしてまぶたを切ってしまったんですよ、ものすごく深く。それがまだ今でも残ってるっていう傷がね、あるんだけど、私は目安としてこの傷を使ってますね。そして私はようやくここでアイライナーを使うんですけれども、ケイトスーパーシャープライナー EX2 番、ビターブラウン、これを使います。これをこの黒目の上から目尻にかけて描きます。はい、こんな感じでちょっと跳ね上げます。でね、ただはみ出しただけだとこの際がちょっと隙間が空くので、この隙間もアイライナーで埋めちゃいます。はい、こんな感じで私はアイラインを描いています。そしたら今度下側ですけれども、下はキャンメイクラスティングリキッドライナーの02番、ちょっと茶色っぽいやつですね、これを使います。これも黒目の下のまつげの際を本当にちょ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 って描いていくんですけど、ちょっと色がつくぐらいでいいです。下側のアイライン、黒目の位置から描くんですけれど、最初は目の形に沿って描いていって、最後は平行になるように、この上のライナーと下のライン平行になるようにこの際は描いてます。これが黒目だとして、黒目があるところまではこう沿って描くんだけれども、黒目が終わったところから上のラインがあったらそこに平行になるように、この目の形を無視してここまで沿って平行に描くっていう感じで描いてますね。そうするとこんな感じで線が2本なります。そうしたらこれね、よく使うんですよ、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの23番。一番最初はこの上を使って、で3番目にこちらを使ったんですけれども、このラインを描いた後は右下の一番茶色いところを付属のやつに取って、この間を埋めます。上のラインと下のラインの間が隙間が空くので、ここを一番茶色いこの色で埋めます。でどこまで塗るかというと、黒目の始まり、目尻から黒目の始まりぐらいまでをこう色をつけていくような感じで塗っていきまして、そして黒いので塗った上から、私はこのね3番目に使った色を目頭の方から
目尻までつなげていきます。クマのある部分からやるとちょっと変になっちゃうので、岩に沿ってというかちょうど涙袋の上らへん、涙袋ラインにこれを乗せますね。その後は先ほどの一番最初のちょっと太めの筆を取って、同じく Can Make Perfect Stylist Eyes の23番の右上を使います。それをこの全体的に乗せますね。これは少量取って3回4回こう上からなぞるだけでも結構馴染むと思います。私は下の方にも少し乗せます。では次、眉毛を描きます。眉毛はセザンヌのアイブロウペンシル、繰り出しタイプのものですね。01番ライトブラウンを使います。この眉毛の枠をね、最初に描くんですよ。私はの枠を描いたら、こっちの反対側がブラシみたいになってるので、これで描いたのをぼかします。なんか個人的には自然な感じになってると思うんで、最近はずっとこうやってやってますね。でその上からさっきと同じ Can Make Perfect Stylist Eyes 23番、これめちゃくちゃ使うんだけど、これの右下の一番黒いところを筆に取って、眉毛のさっき枠を描いた中を埋めていくような感じ、まあ適当ですね。はい、こんな感じで眉毛描いてます。そしたら眉毛のカラーリングをするんですけれど、いつもね使っていたのはケイトの 3D アイブロウカラーソフトブラウン、カラーでいうと3番、 BR3 番を使っていたんですが、あのダイソーさんに売っている UG アイブロウマスカラ01番、この若干薄い茶色みたいなのを眉毛に塗っていきます。これねめちゃくちゃいいんですよ。つきすぎないというかベタベタしすぎないので、眉毛の毛にだけちゃんと乗ってくれるっていう。これでもともと生えてる黒い毛をブラウン寄りにしていきます。これだけでかなり最初の黒い眉毛から変わったとは思うんですけど、皆さんどうでしょう。そうしたら涙袋を描いていくんですけれども、前までは私セザンヌの各二重アイライナー影用ブラウンっていうものを使っていたんですが、先ほど眉毛に使用したセザンヌのブラシ付きアイブロウ繰り出しライトブラウン01番、これで描いてます。そこまでしっかり色がつくわけじゃないのですごいね描きやすいです。でちょっとこう微笑んでいただいて、影のところにこう繰り返し何回かなぞっていただくと簡単に涙袋ができるというわけですね。もう何回も出てくる Can Make Perfect Stylist Eyes の23番のこのまだ1回も使ってない真ん中の部分を使っていくんですけれども、細い筆に取りまして、黒目の上に縦に引きます。黒目の上だけにキラキラを乗せます。反対側も、そして目頭にも乗せます。さらに黒目の下のところ、涙袋の下のところにも乗せます。全体的に乗せるよりも私はポイントで乗せています。続いてはこちら、さっきの眉毛のカラーリングしたのと同じダイソーさんで売っている UG ブルーミングアイカラーパレットの01番、一番真ん中の明るい色を筆で取って涙袋全体をなぞります。そうしたらその後、私奥二重なので二重の幅を少し強調したいんですね。なので下のアイライナーの平行線に描いた時に使った Can Make ラスティングリキッドライナーの02番、このブラウンのやつを使うんですけれど、これを二重幅に描いていきます。本当にこの先端だけを使って線を描いていきます。はい、これで二重の幅を描きました。でここで少し赤みを足したいって思った時は、私はケイトのダークローズシャドウ RD1 番、これね前よく使ってたんですけど、この赤すごく発色がいいので、このね真ん中の赤を付属のチップに取って目尻3分の1を重ね塗りします。そして一番暗い色で埋めたここも上から赤をのせます。そうするとかなりピンク感が出るので、これでもいいかなって思いますね。目頭側に色が足りないって思った方はケイトデザイニングブラウンアイズのアイシャドウ BR3 番の右から2番目のオレンジをチップに取っていただいて、
目頭に少し乗せてもいいですし、黒目の真ん中ら辺まで重ねて塗ってもいいと思います。そしてチーク、私は今オレンジ系だったりちょっとブラウン系のアイシャドウをしているので、キャンメイクマットフルールチークスの05番オレンジ系のチークを塗ります。ピンク系のアイシャドウ塗ってたらピンクのチークの方がいいと思うんですけど、私は今回オレンジ系を塗っていきます。ちょっと上目にいつも塗ってますね最近は。はい、こんな感じでチーク塗りました。ではマスカラ、ビューラーでまつげを上げます。反対側もビューラーでまつげを上げて、マスカラを塗る前にケイトラッシュマキシマイザーの EX1番、これを塗っていきます。特に色はついてないんだけど黒い繊維が入っているので普通にマスカラを塗るよりかは持ちが良くなる気がしますね。これを塗ることによって、これはもう全体的に塗りたくっていきます。ちょっと白くなっても後で黒いマスカラを塗るので大丈夫です。下のまつげにも塗ります。インテグレートマツイクガールズラッシュしなやかカールのブラックのやつを使います。自分に合うもの、好きなものを使ってください。なんかボリュームタイプとかこうロングカールとかいろいろあると思うので、皆さんがいつも使っているものでいいと思います。下のまつげにも塗っていきます。上と下のまつげに塗れたら、次はこのキラキラのマスカラを塗っていくんですけど、これ塗り方がちょっと難しくて、このね、私は先端にラメを取って、まあ、下まつげにラメをね、こう一粒ずつ乗せていくような感覚でラメを乗せます。これは本当に離れてたらわからないんだけど、近くで見たら、まつげなんかダイヤ乗ってるみたいな、まつげがキラキラしてるっていう感じに、見えるやつです。そして上は目尻3分の1にだけこれを乗せてます。なんか全部につけるとすごいこう視界の邪魔なんですよね。目開いててもなんかここら辺キラキラしてるみたいな感じになるので、目尻3分の1ぐらいに私は上に乗せるようにしてます。最近はこんな感じで近づいたら分かるようにもメイクしてます。はい、一通り化粧が終わったんですけれども、次はリップですね。サナエクセルリップベルベティストの04番、これを買ったんですけど、ちょっとね使い方が難しくて、結構あのドス黒い色のやつなんですよ。唇の真ん中にのせます。上にもこんな感じで結構ドス黒いんですよ。なんかチョコレート、濃いチョコレートついてますよみたいな感じの色合いなんですけど、これを唇をこすらずにこれで伸ばしていきます。で、ある程度伸びたら、今度は指でポンポンしていくんですよね。この使い方が合ってるのかはわかんないけど、私は最近こうやって塗ってますね。その方が、なんか自然になるというか、不自然にはならないので、こうやって塗るようにしています。で、ちょっと色薄いなって思ったら、別の色を上から、塗るんじゃなくてポンポンしてますね。はい、これで顔面のメイクができました。なので今の2本は常に持ち歩いてるって感じです。私癖っ気なので、この後髪の毛をストレートにしていきます。私が使っているヘアアイロンはヘアビューロン 4D プラスのストレートを使ってます。いつも140度まで温めるんですけど、140度まで温まる前に前髪だけちょっと巻きます。このヘアアイロン要注意なのが、この外側も熱くなってるので、こうやって押さえてこうやってやることができないんですよ。そこだけちょっと要注意ですね。この先端に持ち手がついているヘアアイロンとかあると思うんですけど、そういうのを使っている方がこのヘアアイロンに変えると持つ癖がついてると思うので、手を火傷します。はい、これでとりあえずストレートにしました。私がいつも使っているこのバナナクリップなんですけど、これはねクリーマっていうハンドメイドの作家さんから買ってます。めちゃめちゃ可愛いシュシュとかバナナクリップがあるので見てみてください。なんかこっちだけちょっと長くない？ハーフアップをしないと私が赤く染めたところが出ないので、ハーフアップをしていきます。こんな感じで、バナナクリップは挟んで留めるだけだから、本当に私みたいにヘアアレンジができないっていう人にめちゃくちゃおすすめ。
後ろはこんな感じになります。はい、ということですっぴんからいつものメイクまでをやってみましたが、参考になる部分はありましたか？前回の私のメイク動画を見てくださった方からすると、使うブラシも変わったなって思うと思うんですけれど、今はこんな感じでお化粧をしています。この動画でご紹介してきた化粧品は、韓国のピンクっぽい下地は除いて、楽天やアマゾンさんで購入できるものは概要欄の方にリンクを貼っておきますので、もし同じものを使いたいとか欲しいって思ってくださった方はそちらから購入ができますのでチェックしてみてください。はい、今日はキング&プリンスとは関係ない動画になってしまったんですけれども、今からライブの DVD を見て盛り上がろうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。